グウィンはアメリカ海軍の駆逐艦、コールドウェル級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争時の海軍士艦であるウィリアム・グウィン少佐にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。グウィンは1917年6月21日にワシントン州シアトルのシアトルコンストラクションドライドック社で寄港する。1917年12月22日に ジェームズ・エス・ウッズ夫人によって、命名、浸水し、1920年3月18日に、ピュージェット・サウンドで、艦長、HH 傍然少佐の指揮下収益した。グウィンは4月26日にピュージェット・サウンドを出港し、カリフォルニア州の港を訪問した後、パナマ運河を通過し、6月2日に、ロードアイランド州ニューポートに到着した。グウィンは、東海岸沿いに南は、 サウスカロライナ州チャールストンまでの海域で作戦活動に従事した。グウィンは1922年6月28日にフィラデルフィア海軍交渉で退役した。その後も予備役状態で保管され、1937年1月25日に除籍された。船体は1939年3月16日にメリーランド州ボルチモアのユニオンシップビルディング、 カンパニーにスクラップとして売却された。ありがとうございます。